はい、レオンチャンネルです。テレビくんを紹介して、ハザードフォームのぶっ飛ばソウルとガンバライジングカードが付属して、超興奮しておりましたが、テレビマガジンの方にも、なかなかやばいぶっ飛ばソウルが付属してますよというコメントがありましたので、買ってきました。どういう限定アイテムかなと思いきや、ナイトローグテレビマガジンだけのスペシャルデザイン、めくると何かが起こる仮面ライダーぶっ飛ばソウルシークレットメダル、付録にシークレットメダルっていう時点で確かにやばいですけど、ナイトローグがめくられることで何が出てくるの？もしかしてトートから離れた氷室さんが生徒の仮面ライダーとして戻ってくる疑惑のローグがここにいるってこと？現時点でローグの変身者は公開されてなくて、誰が変身するかは全くわかりませんから、ここに何の絵柄が出てくるかで相当なネタバレアイテムになりますが、で、付録としては、激突ファイトバトルステージ指相撲、トントン相撲か。トントン相撲ができるルパレンパトレンのやつが入ってて、それ以外はお面とかで、おもちゃ的なものはこのナイトローグのシークレットメダルぐらいかな。じゃあ開けよう。まあバトルステージはいいでしょう。いきますよ。はい、出しまっせーのー、お、いいよっと、およっ。はい、あ、バトル相撲意外とコンパクトめ。そしてテレビくんにも入ってたスーパー戦隊シリーズの新しい DCD ゲームのカードが入ってて、ダイス王って特急ジャーまでだったっけ？すごい古い筐体でね、ダイス王ありましたけど、新しい DCD ゲームめちゃ楽しみですよね。そしてこれだ、ナイトローグのシークレットぶっ飛ばソウルメダル。いきますよ。星1で、まあ、シークレットっていうのはだいたいいつも星1ですから、ナイトローグで武器も何も持ってないよ。特属性の1800。絵柄はこうなってて、これをめくると何が出てくるの？前面のシールを傷つけないように。いきますよ。僕も初めて見ます。あ、光ってるっぽい。せいの、もう一気に行かず、ペリ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 っていく。いや、一気に行こうか。せいの、ここにローグがいたら、仮面ライダーローグがいたら、もう氷室さんの変身仮面ライダーってことが確定しますね。せいの、ドン！あー！やっぱり！もう確定じゃん！え、いいのこれ？こんな早くぶっ飛ばソウル化しちゃっていいの？仮面ライダーローグだ。やっぱり、まあ、ナイトローグからのローグですよね。まあ、分かってたけど、あえてそこにもしかしてミスリードがあるのかなと。いや、もう絶対みんな、氷室さんと思ってるでしょ？思ってるでしょからの違うみたいなさ。そういうこと来るかと思った。なんですが、ストレートにナイトローグの新しい姿ですよね。仮面ライダーローグになると。まあ、ナイトローグと変身の使うアイテムが違いますから、フォームチェンジというか、完全な新しい姿ですよね。まあ、こっちは仮面ライダーって言っていいかどうか微妙なところなので、こっちは完全にね、仮面ライダーローグって書いてありますからね。スクラッシュドライバーで変身しますから。ということで、このすだちポーズの絵柄もなかなかかっこいいですけど、はい、ナイトローグからの仮面ライダーローグでした。特属性5300、星5レベルかな、スペック的には。で、シークレットと書いてあって、光り方こんな感じ。なるほどね。結局じゃあ氷室さん、氷室補佐官が仮面ライダーローグってことなのよね、多分。これでここまでやっといて違ったら、いや、ほんと騙された、一本取られたって感じですけど、まあ、でもあと数週間、今月中には判明するでしょうから。判明するのかな、ちょっと正体はもうちょっと引っ張るのかな。仮面ライダーローグは生徒の代表戦士ってことが確定してますから、早くない？トートのね、トップまで登り詰めたのに逃げて生徒の手先になるって早すぎでしょ。くら替え早すぎでしょ。そしてこれ絶対
対仲間なんないよね、この見た目。完全なる敵ライダーで、というかグリスが登場してほんと1ヶ月で早くも次の新ライダーが来て、来月には春休み商戦とか、その後にはゴールデンウィーク商戦がありますが、それに合わせてまた新ライダーとか新フォームを毎月投入してくって感じなんですよね。もうほんとビルド先が読めない。なんかみんな半年で終わるんですよねみたいなことをよくコメントで書いてありますけど、いや絶対終わんないですよね。なんでその噂が出てきたんだろう。早く始まったからかな。だってディケイドの時にわざと半年でディケイドを終わらせて9月スタートにしたのに、そこからまた前倒しするとかっていうのはありえないと思いますから、まあ早く半年と言わず、もしかしたら7月8月ぐらいに終わる、まあ9月からやってますからね、普通に行けば8月に終わりますけど、もしかしたら7月に終わるとか、そういう可能性もあるかもしれませんが、半年で終わるっていうのは今の話のペース的にはないんじゃないかな。だって半年ってあと2ヶ月だもんね。もう違う9、10、11、12、1、2だから、あ、もう半年だったら今月終わりじゃん絶対ないわそれは。なので普通に1年やると思います。ということで、コメント欄に書いてあったやばいぶっ飛ばソウルがついてきますよっていうのは、めくると仮面ライダーローグが出てきました。以上、レオンチャンネルのナイトローグシークレットぶっ飛ばソウルの紹介でした。